やはりあの雨で痕跡は見当たらないね。でもさすがに同じ場所には戻らないよね。あのよく吠える方だけならともかく、もう一人いるからな。別ルートを取ってくるだろうが、奴らの目的地は一つ。賞金目当てにアスマの遺体を狙うにせよ。ってことは広範囲の探索になるな。どうやって探す？あれで行きます。了解。まずい。危なかった。気づかれたのか？多分大丈夫だと思う。ここから2時の方向、10分でぶつかる。どうしたカグズ？いや、なんでもない。気のせいだ。ヒドン。起爆札か。カグズ！これより影には気をつけておけ。ヒドン上だ。また起爆札。起爆しない。やられたな。やろう。影からは逃げたのにどうやって？俺が投げたそいつはチャクラ塔だ。失念だろうが、そいつは使用者のチャクラ性質を吸収する特別な金属でできてる。そのチャクラ塔はあんたらにやられたアスマの形見だ。3500万両か。おい、何黙り込んでんだよさっきから。こりゃはっきり言ってまずいんじゃねえのか。くっそ。てめえの顔は覚えたぜ。俺がどうなろうと絶対ぶっ殺す。カグ、倒せ。終わりだと言ってはいても、俺の能力はお前にとっては未知数。ならばきちんと距離を取って次の手を仕掛ける。俺の連れと違って賢い。連れと違いってら一体どういう意味だよ。力をしたわな。今だ調子。日産ハリセンシャー覚悟。どういうことなの。やっぱりライドウ先輩の言った通りか。そうだ、俺にはどんな物理攻撃も通じない。よっしゃ、そろそろ反撃と行こうぜ。バカな、気配もなくこの俺の背後から。残念だったな。はあ、なんだよそれ。お前物理攻撃効かねえんじゃなかったのか。お前の体を硬化する術、さっき結んだ印から見て怒涛の性質変化だ。俺の印のスピードを見切っただと。そうか、お前がシャリンガンのカカシ。相性が悪かったな。終わりだ。心臓一つきかよ。いきなりやられてんじゃねえよ。ったく。次はお前だ。うわっ。カッコつけて終わりでとかって言ってたのにな。急所は外れていないはず。そのつもりだ。影までも限界だ。やっと動けるぜ。さて、じゃやるか。隠す。ジャシー様、見ててくださいよ。俺本気出すから、マジ本気。隠すぞ。おいおいおい、さっきの雷霧で仕留めたのはあの面ってわけか。ヒダン、少し下がってろ。ここは俺がやる。さあ、待て待て。
からずっとやられっぱなしでイライラしてんだぜ俺は。いつもので行こうぜ。本当に熱い。来るぞ、ジョージ。ライトギアン。間に合わねえ。危ない。大丈夫ですか？ま、なんとかな。特にあのマスクの方が。しかしこれだけ高レベルの術は己の持つチャクラの性質と合致しないと出せないはず。それを土、風、雷の3つも。シャリンガンで見切ったか。だが次のはどうだ。何？カトン、ズコック。やっぱシャリンガンを使ったまま大気流を4発。グズグズはしてられないな。確実に心臓を潰した。本来なら死んでるはずだ。だが倒せたのは奴の体から出てきた化け物のうちの一匹。おそらく奴本体を含め体から出てきた化け物それぞれに心臓があり、その全てが奴のもの。奴には心臓が5つあるってことだ。そんなことって。なるほど。他者の心臓を経絡圏に宿っているチャクラ性質ごと取り込んだのか。ところでよ、木の葉って死んだらどうぞ。銀首掘り起こして監禁するぞとか各図言い出しそうだし。ねえ、あのヒエロちょいとは楽しませてくれるかもって期待したのに。お前ら敵討ちのつもりだろうが、そんな程度じゃ無理無理。あんなカスに教わってたんじゃたかが知れてるがね。アスマ先生を悪く言うな。デーブ、おい、なんだそのざま。貴様こそ影分身に気づかないとは。ありゃりゃ、見てた。引き離しましょう、あいつら二人を。奴らの連携攻撃を封じた上で、あと4回殺せば倒せる方を先に集中攻撃。あの被弾ってやつを足止めする役が必要ってわけか。私がやる。ダメだ、新天神はそもそも俺の影真似で相手の動きを止めてから使う連携術だぞ。
リスクが高すぎる。なら、その役は僕が。それもダメだ。奴の攻撃を少しでも受け、血を取られたら終わりなんだぞ。お前は、カカシ先生と一緒に、マスクの奴をやるために、チャクラを温存しとけ。あいつは、俺一人で捕まえる。そして、あの役は、俺がやる。これも、ああ。それか。そんなに俺の鎌と能力が怖いか。あ？おいおいおい。影にだけ注意しとれや、こんな術なんだ、くだらん。行け、しかまる。二人っきりで楽しい散歩と行こうぜ。おい、どこ行くってんだ。てめえ。一番最初に戦った木の葉の忍びを思い出す初代火影をな。条件は整った。死ね。融合したのはカトンとフートンの面か。カカシ、お前に減らされた分はお前の心臓をいただく。場所じゃ狙い撃ちか。先生。しかしまた我々の前に姿を現す勇気があるかな。またか。水遁水陣兵。風の性質変化が加わった日じゃ水遁だけでは消せないか。やはり本体に接近戦を挑まないと。俺の動きまで気が回らなかったようだな。死ね。だらねえってんだろ。まさか。浅いか。なんて生きてる。その武器に付着している血は俺のじゃない、相方の血だ。バカな、いつそんな隙が。俺の雷霧で穴を開けた時、お前らこそ、鹿丸を見くびりすぎだ。カカシ先生、大丈夫ですか。ゆっくり、血管を傷つけないように、すぐに医療忍術で手当てします。倍化の術。うわ。何。本体もまんま化け物だな。
俺の心臓久方ぶりだぜ。それはこう何度も同じ術にかかってりゃバカでもその特徴がわかるぜ。術にさっきまでの力はないようだな。動けるぜ。つまるところこの影術は使えば使うほど、お前そろそろチャクラも限界なんじゃないのか。おい、早い。お前で失った心臓の補充をする気だったが、心臓の補充など別にいつでもできるからな。死ね。風水化の術。遅くなってすまねえってばよ。いいタイミングだ。またおかしなのが来たな。すでにボロボロとは。ナルト、大丈夫なの？近丸はもう一人の敵と別の場所で戦ってる。近丸側にも二人向かってほしい。遠距離タイプと医療タイプがいい。サイとサクラはパックンの誘導に従い、鹿丸の援護に向かえ。抜き取る心臓のバリエーションが増えただけだな。からは、俺がやるってばよ。完成したのか。5割程度です。まあ、見ててください。ナルトとは別人ですよ。お前も邪神様を信仰していればピンチに救いの手があったかもな。許すわけねえだろ、バーカ。そんなもんに許してもらわなくても。何しやがる。見てろって。何、がむしゃらに俺ら二人を離したんじゃなく俺をここに誘い込んだってのか。だとそりゃここまでがこいつの計算。人を呪わば穴二つ。俺の死を呪い殺した。てめえだけのうのうとはしゃいでいられると思う。バラバラにされて首一つになろうが必ず這いずり出ててめえの喉元に食らいつきに行ってやる。この森は火の国でも特別な場所でな。俺たち一族がずっとお前を見張っておく。よくやったな、チカマル。はあ。うん。俺の火の意志、お前に託したぞ。何つけてんだよ。火の意志だ。俺たち里を守ろうという強い意志だ。多重影分身、お前がキュービの人中力か。こいつは分裂する能力がある。あの両肩の面が本体から抜け出して分裂するんだが、その面一つ一つに心臓があり独立して行動する。どういうことです？もう二度殺してるってことだ。奴はあと三度殺さないと倒れない。それに中距離タイプであらゆる性質変化を使う。道理で先輩が手こずるわけだ。ちゃんと聞いてたってばよ。うっ、影分身だけか。それでは勝てんぞ。まず影分身の経験値をオリジナルの中に情報として蓄積。多重影分身の術。影分身の損と。すごい、こう、なんてチャクラだ。あいつら何を。なんとかここまでは
形にしたってばよ。よし、どれほどのもんか俺の螺旋丸とぶつけ合う。術が完成に近づいているなら俺の螺旋丸などひとたまりもない。さあ、行くぞ。なんだあの術は。あれを食らったらヤバい。グードン螺旋シリケン、これで決めるってばよ。僕も加勢する。ダメだ、ナルトに近づくな。巻き添えを食うよ。これが人中力の九尾の力か。化け物らしい術だ。相手の忍者だ。やってくれる。かっこつけるだけつけといて。螺旋手裏剣といってもゼロ距離で相手にぶつけないとダメなんです。だから影分身で陽動をかけるのがこの術の基本だったんですが。持って数秒か。そんなところです。威力は相当ありそうだが、近づかなければ大丈夫だな。もう一度俺にやらせてくれってばよ。真術で決めてやる。相手は暁だよ。また同じことをやってもかわされるだけよ。確かにな。さてどう来る。修行中に俺に言ったこと覚えてるか。4代目火影を超える忍びはお前しかいないって、そう信じてるって。確かにチームワークは大事だ。その危ない橋を一人で渡りたいんだってばよ。向こうへたどり着けなきゃ俺はいつまで経ってもガキのままだ。ヤマト、お前はどうだ。以前のナルトとは別人だってところ。決まりだな。近まで光の なんてざまだこれ。俺をこんなに仕上がって、てめえには必ず邪神様の罰が当たる。邪神教により大いなる裁きがお前に。そんなもん怖かねえんだよ。俺が信じてるのは火の意志だ。そのくだらねえ邪神様でもなんでもねえ、この俺だ。俺が裁きを下す。てめえには邪神教により裁きがバラバラにしてやるぜ。見つけたぞ。造園か。けど一足遅かったな。あんた一人で暁やっちゃったの。この人案外すごいんですね。まあな、今回ばかりは何が何でもってやつだったんだな。そうよね。急いで合流しよう。行け、ラト。よし。またあのガキで来るか。体型を変えただけじゃなく、チャクラもかなり練り込んでる。ナルトの術に対応するためだな。来たな。できた。狙うはオリジナルただ一人。あの術さえ潰せば怖くない。
よし。何、影分身だと。陽動の中にオリジナルが当たり。爆風が来るぞ。攻撃回数が桁外れだ。シャリンガンでも見切れなかった。なんて術だ。すごい。お前ついに